いろんな市の方々が手を挙げてくださったのもまた事実で、で皆さんすごく熱意を持って一緒にやりたいって言ってくださったこともすごく印象的だったので、その熱量みたいなところで判断したわけでは決してなくて、去年の由利本荘市が終わった直後にすぐに次はここでって言ってくださったことがすごく印象的だったので、ここにさせていただきました。はい、片栗満開、水場所満開、こんなにいい時に、高橋優さんを迎えてきて本当に嬉しいです。仙北市は自然もとても豊かですし、温泉もとってもいいですし、文化も歴史も深いものがあって、何よりも市民の方々がみんながおもてなしの心をたくさんたくさん持ってますので、そういう方々に触れていただきたいなというふうに思いますし、秋田県の方々を含めて県外から来る方々にその魅力をぜひ味わっていただきたいと思います。ちょっと身構えなくちゃいけないのかなみたいな感じかなと思ったけど、すごいそのままの横手のゆうくんでよかったです。同世代のヒーローですね。仙北市は角館も錦も田沢湖もどこ切り取っても絵はがきのように美しい市です。で、何食っても飯、人もあったかいし、何よりフェスもあるし、盛り上がるし、皆さん楽しんでください。そうですね、仙北市は角館の武家屋敷がやっぱり有名ですけど、自然もたくさんなので、田沢湖の方とか、お花が好きな方は登山したりとかも楽しいと思いますので、その自然を感じにぜひ来ていただきたいです。桜あり、駒ヶ岳あり、それからわらび座あり、ぜひ仙北市に来てください。僕は仙北市生まれなので、ずっとこの仙北市を見てきました。わらび座もここにありますので、ずっとここで生き続けたいと思う、そんなところです。仙北市を熱くしましょう。ありがとうございます。力を届けられるように一緒に頑張っていければいいなと思っております。確かに田舎で田んぼだらけなんですけど、やっぱり米とお水は最高に美味しいので、で日照時間があんまりないので、みんな色白で美人です。ありがとうございますですかね、まず仙北市でやっていただいて。なので僕自身も、ね、その時どこ、ね、どこで公演してるか分かんないんですけど、もし時間があったらぜひ行きたいなと思います。待ってます。待ってます。はじめまして。はじめまして。もうこの人やば。普通に早く来いよ。普通に同窓会とかで朝方まで飲んだりするやつの妹。目が一緒だわ、完全に似てる顔が。すげえ、めちゃくちゃ身近な人いた、こんなところに。さすが秋田。試してみました。はい、ちょっとしか行ってないけど、毎朝っていうか通ってる時も山を見ながら、いいなと思いながら、いいとこ住んでるなと自分でも思いながら来てます。ね、いいですか、なんか、ね、ずうずうしい旅をしてます。、ね、お邪魔してすぐいただいて、私たちが求め作ってる方もそういうのを主張して作ってるのを全部言ってくれたっていうのが、すごくなんか良かったなと思いました。ゆうさんのようなね、地元の秋田出身の人がこうやって仙北市でやってくれるっていうのはやっぱり、私は嬉しいですね。お祭りやっぱり激突ですかね、はい、山同士の激突、うん、それはやっぱりみんなこう見て、こう迫力あるなってやっぱり言われますね、はい、やっぱりぜひともね、角館町に来て、9月は紅葉もいいですけど、角館のお祭り一度見れば多分やみつきになるお祭りだと思います、激突は。はい、来てください。
こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高橋と申します。素敵にあるところに行く山と終わった山が、はい、交渉って言って話し合いをして、はい、決裂をしてぶつかるっていうだけなんだ、はい、なるほど。自然が豊かで綺麗なところがいっぱいあるので本当にたくさんの人に見てきて見に来てほしいです。せーの。